ひもしめなおし足の向くまま気の向くままどきょうひとつのひとりたび日光街道さっての宿六地蔵の舞を島のかっぱに三度がさ一目でわかる旅ガラス日暮れの風に追われつつ足を早めているその後ろから竹槍を小脇にして見えがくれついてきました一人の子供土橋を渡ろうとしたその後ろからえいっ何しやがんだ人間違えだろう何やがんだおめえは亀屋万蔵の身内だろうバカ野郎よく面を見てから仕事にかかれあいけねえおいら人間違いしちまったおじさん勘弁しておくれざまあ見やがれそそっかしいガキだ一つ間違いや命道具じゃねえかやいいくつになる何十二今から竹槍をいじくってるんじゃてめえ生涯堅気じゃいられねえ小僧だな親不孝はいい加減にしろ二親は達者でいなさるだろうおっかあはおいらが三つん時に姉ちゃんと二人残して死んじまったお父っちゃんはお父っちゃんはこの間亀屋万蔵のために首をくくって何首をくくってどういうわけで死になすった話してみなことと次第によったらおじさんがおめえの力になってやるおじさんありがとうおいらのちゃんは博打が好きで亀屋万蔵の土場に遊びに行ってイカ様サイコロ使われて電池電バタ取られてしまいご先祖様に申し訳ねえってとうとうこの間首をくくって死んじまった挙句の果てに万蔵は泣いて逃げ回る姉ちゃんを女房にするんだって連れてったんだ今夜はとうとう祝言をあげられちまうがおいら一人じゃどうにもならねえおじちゃん姉ちゃんを助けてやっておくれそうかひでえ野郎だな亀屋万蔵って野郎は姉ちゃんはいくつになる何18名前はお花さんよしそれじゃあおじさんが姉ちゃんを助けて必ずここに連れてくるからいいか姉ちゃんと二人して高飛びできる用意をしてこの土橋の上で待っていなよ小僧と訳した旅人が緩むわらじのひもしめ直し向かう亀屋万蔵方敵の万蔵に手ごめにされてなんとしょう禁断ドンスの帯締められて花嫁を花は泣いている表についた旅ガラス古文の穴いで通されましたる二階の間正面に控えますのが亀屋万蔵左右に居並ぶ四五十人が金剛金財の親分古文親分本日は評判のいい親分のご祝言と伺いましてお祝いの言葉申し上げたく参りました旅ガラスの新助でござんす。おー